ブロサードはカナダのケベック州のモンテレジー地域にある都市。セントローレンス川の南岸にあるモントリオール郊外の住宅地である。2016年統計では人口はで人口は85,721人。2011年の統計では面積は52.20平方キロメートル。公用語の普通語読みではブロサール、英語ではブロサードと ブロサールの両方の故障が使われるが、現地ではブロサールの方が一般的である。1958年にラプレイリー・デラ・マドリンのパリッシュとして設立。2002年にロンゲールと合併し、ロンゲール市の行政区となった。その後、2006年にロンゲール市から分離して、再び独立自治体となったが分離後もロンゲールと試験に属する。 主に1980年代より宅地開発が行われてきた典型的な北米の新興住宅地であり、特に中3階級以上の移民が多く住む多民族都市となっており人口増加が著しい。市内にはシャンプランモール、カルティディックス30といった商業施設がある。子供の間ではフィギュアスケートの人気が高く、ブロッサー FSC というチームがある。 2016年センサスによる人口は85,721人で、2011年から 8.1%% も人口が増加した。2016年の住民の母語はフランス語が43.98%、英語11.95%、その他の言語が39.3%を占めており、モントリオールの中では最も多い部類である。 多い順に、関東語5.84%、北京語5.17%、スペイン語4.85%、アラビア語4.74%、ペルシャ語2.37%、ベトナム語1.77%と続く。また、モントリオール島外の中では、英語話者が比較的多い自治体であり、2011年の調査で、家庭で英語を使用する割合は17%と、 なっている。2006年の統計によると、民族は中国系が全人口の11%を占め、モントリオール大都市圏の自治体としては、最も高く、その他ベトナム系などのアジア系住民が、比較的多く住む。比較的中産階級以上の新移民が、流入しやすくなっている都市として知られる、モントリオール有数の多民族都市となっている。シャンプラン京セントローレンス川を渡る、 シャンプラン橋の交通渋滞が激しいことから2019年に新しく建て替えられたシャンプラン橋を通ってモントリオール中心部と結ぶ REM という鉄道路線が2020年に完成予定であり市内にはパナマ、ドゥカルティエンドライブシュットの3つの駅が設けられている予定である RTL による路線バスが運行されておりパナマターミナルが市内の拠点となっており ここに2021年には REM 電車のパナマ駅が設置される。ありがとうございます。